石橋が安倍総理から安保法制担当大臣の打診を受けたことについて、石橋の周辺は入閣を誇示して次の総裁選に備えるべきだと説得を続けていました。石橋は明日にも安倍総理と会談し、安全保障に関する考え方の違いを伝える考えで最終的には安倍総理と話して決めたいと周辺に語っています。